候補の蓮舫です。小川淳也さん、暑いでしょ。香川からやってきて候補者より喉を枯らしている。私には素敵な仲間がいっぱいいる。素敵な仲間の思いを一身に受け止めて、東京都民の皆様方の暮らしと安心をこれからの4年間蓮舫に託していただきたいということをまずもってお願いをしたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。最初はとんでもないチャレンジをしてしまったと思った。現職2期8年ですよ。口を開けば横文字でやってる感のある相手は相当強いです。だってそうでしょ。8年間毎年 8.5 兆の予算を使ってる。それは政官業強いつながりができるんじゃないですか。本来だったら政党や特定の首長に組みしないはずの基礎自治体の首長が立候補してくれと依頼をすることも私はおかしいと思うけれども、それだけの力を持ってる人なんですよ。今その背中が見えました。捉えました。私は並んで抜き去ることができると、そのために皆さんの力を貸していただきたいと心からお願いを申し上げたいと思います。東京都の合計特殊出生率1を切りました。 2.07 ないと人口は維持できない。小池さんいろんなことやってるんです。子どもさんのために家計の直接支援、教育費の無償化、出産に関すること、いろんなことやってくれてる。私はこのメニュー全ていいから引き継ぎたいと思ってる。でもこの8年間やってきても生まれなくなった子供、原因が他にあるんじゃないか。私は今回の都知事選で少子化対策のアプローチを変えたいと思ってる。今までずーっと政治の支援から薄い立ち位置にあった人たち、子供たちには親御さんには子育て支援がある、現役世代には結婚すれば子供が生まれれば税制控除がある、社会保険料の控除もある、シニアの皆さんには介護保険がある、医療保険料の自己負担軽減をされる。でも若者はどうですか。若い人たちは皆さんのお子さん、皆さんのお孫さん、高校を出る、高専を出る、社会に出る、大学に進学する、大学を出て社会に出る、その時に政治の支援はほとんどなくて、自分で頑張れ、家庭で頑張れ、親が面倒を見ろ、こういう空気が長く続いてたんじゃないでしょうか。日本が等しく豊かだった時には事情は当たり前でした。自分で頑張れ、特に若い人は。でも今どうですか。格差が広がって若い人たちがどんなに頑張っても頑張りきれない環境が広がってるんじゃないでしょうか。小泉改革の20年で不安定雇用は60万人増えました。フリーランスで自分の力で自由に働きたいという人生を選んだ人はそれでいいでしょう。でも一度不安定雇用になってそこから抜け出せなくて、私は国会議員の時に聞いた言葉が忘れられない。仕事は他になくてファーストフードのアルバイトをしている。もう30歳になる。2年後の自分の人生設計が描けない。規制緩和なんとか見直してくれ。政治はどうしてこういう若者たちを突き放して非正規でも頑張ると言ってきたのか。私はここを変えて若者の手取りを増やす、これに力を入れたいと考えています。手段はあります。一般会計 8.5 兆円、東京都は豊かな税収の都市です。皆さんが納めてくださった固定資産税、都市計画税、法人2税、大事に使うのはもちろんです。でも増税もしないでこの 8.5 兆を生かすだけで手取りを増やす方法がある。公契約、東京都はこの財源を使って
皆さんへの行政サービスを民間や法人に発注をしている、事業を発注している、事業を受注した企業が都に代わって皆さんのための行政サービスを行っている。だったら都が発注する事業、皆さんの行政サービスを受け入れる事業、企業は、私は若い人たちの雇用環境の改善、賃上げ、有給休暇をしっかりと保障するブラックじゃない企業に限定をしたいと思ってますが、いかがでしょうか。ホワイト企業だけが東京都の仕事を受けることができる、それは信頼にもつながる、売上にもつながる、そしてさらに経済成長を牽引していく。東京都の職員は言います。それは大企業だけが優遇されませんか。大企業はすでに待遇課税をしている、中小零細に恩恵がいかないんじゃないか。とんでもない。大企業は東京都の仕事を受注したら下請け孫請けにさらに再発注してるんです。だったら再発注するときには適正な価格で再発注するように要件付ければ大企業じゃなくて中小零細、若い人たちの雇用を大切にしている企業が東京都の皆さんの税金を使って仕事をもらうことができる、その仕組みを公契約条例といって、私はすぐ実現したいと思っています。これが本当の官から民意ですよ。東京都の雇用形態を変えれば若者の手取りが増える、手取りが増えれば諦めていたかもしれない結婚、諦めていたかもしれない子供も私は選択できる、そんな東京都にしていきたいと思っています。もう一つは若い人たちの手取りを増やす、そのことによってシニアの安心につなげることができると確信をしています。皆さんのお子さん、お孫さん、大学等を出たときに奨学金という借金を抱えていませんか。親が払いきれない、じいちゃんばあちゃんも支援がしきれない、その子が負担をする借金は大学等を出るときに平均310万円、有利子だと一体いつ返せるのか、40代になって50代になって不安定雇用で返しきれないという声、そこら辺に聞くことができる。だったら介護の分野で、医療の分野で働いてる若い子たち、これから働いてくれる若い子たちの奨学金を東京都が返済を支援するのはいかがでしょうか。それに皆さんの税金を使わせていただきたいと今回私はお願いをさせていただいています。若い子たちの負担を取り除きましょう、雇用の不安を取り除きましょう、それはシニアの皆さんの安心につながるんです。話は変わるけれども、サザエさん見たことありますか。波平さんっていくつだと思いますか。54歳なんです。70年前のキャラ設定だからああいう風になっちゃう。そう考えると今のシニアは本当に若くて元気でやる気があって、この国の経済を引き継いできた、その力にまだまだみなぎってる。じゃあ若い人たちが介護の現場、医療の現場に入ればどうなるか。90、80の両親を介護を安心して任せることができれば、50代、60代のまだまだ若い現役世代はもっと働くことができるんじゃないでしょうか。分断じゃないんです、循環をしたいというのが私の考え方です。残念ながら国は昭和の考え方で長いことこの新しいアプローチへの転換ができていません。若い人への支援はもちろん、この春から訪問介護の基本報酬を引き下げました。引き下げたんですよ。訪問介護、定期巡回サービス、夜間型訪問介護、家族が求めてる、一人暮らしのシニアが求めている、頑張って一人で家で生活をする、そのための通院介助、生活支援を受けているのに、この事業者の報酬が引き下げられたらどうなるんですか。訪問介護事業者は日本全国で
4割近くが赤字と言われています。去年の倒産件数は過去最高となりました。やっていけないんですよ。ヘルパーさんがいない、人材不足だ、離職する人が多い。なのにここの報酬を下げたら、私が危惧するのは地域密着型で皆さんの顔が見える形で皆さんのかゆいところに手が届く形で頑張ってる零細中小の介護事業者が立ってられなくなるんじゃないですか。そうなった時にその人たちが支えられているシニアの皆様方の尊厳、生活補助は一体誰が面倒を見てくれるのか。一人暮らしが増えてます。東京も高齢者の一人暮らしが増えている。その人たちに介護サービスなくて頑張っていけというのは私は政治ではない。だから私が都知事になったら、この人手不足、若い人を安定雇用にさせて潰れることがないように、ヘルパーの皆様方の支援をもっと分厚くしていきたいとお約束をさせていただきます。当たり前じゃないですか。だって介護に頼らない一方でまだまだ元気なシニア、人生の先輩方もいらっしゃいます。でも時代が、企業側がその考え方に国が追いついていない。まだまだ働ける、高度経済成長を引き継いできた経験もあれば、人材もあれば、能力もあれば、体力もある。その人たちは60、65で一旦リタイアしてまだ働けるから、再雇用してもらったら年収が3分の1になった、2分の1になった。なんでですか。人材が少ない、労働力が減ってくる。だったらこの有効人材を、元気な人生の先輩方をもっともっと適正に使っていただけるように、これも公契約条例と、それと企業に私は堂々と折衝してお願いをする都知事になろうと考えています。失われた30年、この国の一人当たりの GDP はどんどん減り続けて、今やアメリカの半分です。成長しない、経済成長しない、いや、スタートアップをやろう、頑張る若者を応援しよう、企業を支援しよう、いろんなことをやってるけれども、なかなかこれという方策がない。じゃあ何をするか。日本全体の一人当たりの成長率、 GDP 成長率はアメリカの半分だけれども、働いてる人たちだけの割合で見ると一人当たりの経済成長率はなんと 1.5 前後でアメリカとほぼ並ぶんです。この国の働いてる人たちのその力はまだまだそがれていない。まだまだ成長できる。だったらどうするか。ここに入っていただけるシニアの皆さん、徹底支援すればいいじゃないですか。ここに入っていただける正社員になりたいという女性の待遇改善をもっともっと変えればいいじゃないですか。その上で私は DX、 デジタルトランスフォーメーション、今まで人がやっていた簡単な事務作業は全部デジタルにして、生産性をもっともっと低コストで上げることを取り入れて、そして働く人たちの背中を支えていきたい。東京はまだまだ成長する。日本の GDP の2割、それを超える成長力を誇ってるから、今度は質を向上させましょう。若い人を支援して高齢者が安心する社会を作る。それは今育ってる子供、これから育っていく赤ちゃん、十数年後、数年後、その子たちが社会に出た時に確実に安心できる、親の不安がなくなる東京を作ることが、私が都知事になったら最初に種まきをしたい。時間がかかるけれども、私はこの改革に手をつけたい。だから都知事に立候補いたしました。小池さんはなんで討論会から逃げるんだろう。私は向き合いたい。政策では負けない、数字でも負けない、行政改革でも負けない、皆さんを思う熱い思いでも負けない。これからの4年間負けないから議論をしたいのに、逃げて逃げて
行ける蓮舫、皆さんに会いに行きます。今日も会いに来てくれてありがとうございます。小池さんは光に光を当てるのは大変得意だけれども、もういいでしょう。光ってる人たちは自分で光ってくれ。光れなくなった時には支える。私が手をつけたいのは広がる影、光と影、その影に光を当てて、影が薄くなって短くなって一人で立ち上がって歩いていけるように支援をする、それがリーダーとしての私の東京都知事像だということは、ぜひ皆さんにお伝えをしたいと思います。いかがですか。背中が見えてきましたけれども、本音を言うとまだまだ不安なんです。私の決断、私の思い、私の政策、ますますやる気が出てる。でもやれるには都知事にならないとできない。ぜひ皆さん、蓮舫を東京都知事に七夕の日にぜひ押し上げていただけないでしょうか。立たせていただけないでしょうか。まだまだ私にはやりたいことがあります。どうか皆さんお支えをください。よろしくお願いします。ありがとうございました。蓮舫都知事候補からの皆様へのお願いでございました。ありがとうございます。東京都知事選挙、蓮舫、蓮舫、蓮舫と広げていただきたいと思います。蓮舫さん、本当に今回立候補してくれてありがとうございます。すべてをかけて選択肢となっていただきまして、本当にありがとうございます。皆様の一歩一歩、そしてお声掛けが頼りです。ぜひとも蓮舫、蓮舫、お友達、ご家族、広げていただきたいと思います。ありがとうございます。それでは蓮舫都知事候補、皆様のところに直接お会いしに参りたいと思います。動かれる方は少しずつ移動をしていただいて、ぜひ蓮舫さんの近くで蓮舫さんと触れ合っていただきたいと思います。これは蓮舫さんだけの戦いではありません。私たち一人一人抱えている課題、悩み、それは社会の問題です。東京都の問題です。ぜひとも変える、そんなチャンスを蓮舫、蓮舫東京都知事候補、皆様と一緒に戦っていきたいと思います。蓮舫をよろしくお願いいたします。それではこの場での蓮舫東京都知事候補の街頭演説会を終了とさせていただきます。多くの方にお集まりいただきました。本当にありがとうございました。蓮舫、蓮舫都知事候補をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。すいません、ごめんなさい。ありがとうございます。